はい、私は東京レプタイルズワールドに、行ってまいりました。爬虫類好きなので、とても楽しみにしてました。はい、では行ってみましょう。今回会場の、ね、音がとてもねざわざわしたので、ナレーションでお送りしたいと思います。まず会場に入ってびっくりしたのが、とってもたくさんのブースがあって、もうどこから見ていいかわからないぐらいたくさんのブースがありました。はい、早速ふわかけさんたちおりますね。いやー素晴らしい、もうテンションマックスでした。私はもう、いや爬虫類好きの方には本当にねたまらない空間でした。カメレオンも可愛いですよね、このねトカゲちゃんも可愛かったです。どんどん見ていきましょう。はい、こちら大人気のハリネズミちゃん、お眠の時間でございます。はい、おねんね中でした。あとはもうこのねヘビたちがたくさんおりましたよ。で、だいたいねいろんな種類がいるように見えるんですけども、このボールパイソンっていう種類がね、いろんな色の子たちがいるのでたくさんいるように見えますね。あとはハリネズミちゃんとかカメさん、そしていろんなトカゲさんたちもたくさんいました。いや、 やっぱりハリネズミちゃんは人気ですね。はい、で私が気に入ったのはこのベルツノガエルっていう種類のカエルなんですけども、あのねフォルムがめちゃめちゃ可愛いの。ボテッとしてて何とも言えないねフォルムをしてて、ほぼ動かないみたいなんですけど、私はねこの見て癒されるっていうのもね全然ありだと思うので、この子ほんと買おうか迷いました。そう、これねほんとどうしようどうしようって悩んでました。はい、次にねボールパイソンというヘビさんがねたくさんいるブースを見ていきました。このねクリアケースに入っているの全部同じ種類なんですけども、いや色が全然違うので同じ種類に見えないですよね。でこの模様とか色とかでね結構値段が変わってきます。はい、でこちらがねふれあいコーナーに行ってきました。ヘビたちを触れるっていうね、ヘビの他にもトカゲとかいろんな種類がいたんですけども、まず私はヘビを真っ先に触りました。いやヘビってね意外と力がすごくて、もう筋肉の塊ですからね。はい、この子カメちゃんですね。カメも可愛かったです。結構最近カメも人気みたいですね、ペットでね。いやーなんか大きいゾウガメが売れててびっくりしました、そういえば。はい、次にねもうアイドルのハリネズミちゃんですよ。この子がね、珍しくてなんか全然丸まらなくて、もう抱っこすると普通ねなんか丸まっちゃって大変みたいなんですけども、全然丸まらずにね抱っこさせてくれました。結構慣れてる感じでしたね、触られるのに。いや可愛かったです。ハリネズミ触るのも私初めてでした。はい、この子も人気ですね、フクロウちゃん。この子メンフクロウかな。でなんか触らせてもらってたらね、もうなんかかじられか、なんか甘噛みなんですけどね、かじってくる。可愛かったですね。ほらかじってかじられました、ルルシかじられました。いやーほんとフレーコーナーにもいっぱい種類がいて楽しめましたね。この子がね、持つとお腹がひんやりしてとっても癒されたんですよね。この子がね、太あごひげトカゲっていう種類だったかな、確か。かわいかった。めっちゃかわいかった。この子もね、なんかそそられたな。飼いたいって思っちゃった。はい、お次がこちら。この子もボールパイソンかな。いや、この子ね、もうかわいい顔してた、ものすごい。なんか白っぽい模様の子が結構人気あるみたいなんだけど、私このねもうザ・ヘビっていう感じの模様も好きですね。ほら可愛い顔してんのよ、お目目つぶらなお目目してて。で私はねこのヘビをね、ヘビさんを首に巻いたことなかったんでね、ちょっとね任せてもらいましたちょっと失礼しますって感じで任せてもらいました。いや貴重な体験ができましたね。なかなかね動物園行ってもさ、ヘビさんを、まあ、触れるけど、まあ、首に巻ける
まあ、なかなか体験ないかなと思ったので、とってもね、楽しかったでございます。ボールパイソンちゃん、ありがとうね。とても楽しかったです。はい、で、お次がカメレオンなんですけども、この子がね、とっても綺麗な色で、普通の緑じゃなくて、エメラルドグリーンみたいなね、ちょっと珍しいカラーでした。いや、この子はね、結構いいお値段しましたよ、やっぱり珍しい色みたいで。いや、カメレオンも可愛かったですね。はい、お次、ホウシャガメというとっても貴重なカメでございます。はい、こちらね、もうなかなか見れないですよ。そして、フクロウちゃんでございます。大人気ですよね、今ね。はい、皆さん、癒しタイムですよ。はい、癒しタイムです、これ。どうぞ癒されてください。もうたくさんいますからね。可愛かったなぁ。もうずっとこの子なんか見てんだよね。可愛いですね。もう可愛いしか出てこないですね、もう。クロウたちもね、わあ、これやばいね。これ集合、大集合です。ひなちゃんですね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。東京レプテルズワールドに行ってみたので、その模様をちょっとまとめてみました。いや、あのね、動画にね入りきらないですね、本当に。あの、いっぱい撮ったんですけども、それでも全然撮りきれてない。あの、ほぼね、何分の1 4分の1ぐらいじゃないかな、これ。いや、もっと少ないかもってぐらい会場が広くて、もう会場いっぱいにもう爬虫類たちがもうひしめき合ってて素晴らしかったでございます。はい、いや、本当に爬虫類好きにはたまらないたまらないイベントでございました。爬虫類の他にもね、動画に中にあったように、あの猛禽類 の、 超あの鳥さんたちとか、あとはハリネズミさんとかの哺乳類とかもね、一部の哺乳類とかもいたので、ぜひね、あの爬虫類も大丈夫で、まあ特にフクロウとかね、猛禽類が好きだよっていう方にもおすすめのイベントでございます。ただ爬虫類苦手な方は絶対無理ですね。あの、ものすごい地獄になると思います。なので、爬虫類好きの方にはとてもおすすめしたいイベントになっておりました。はい、で、今回はね、私見に行ったんですけども、まあもちろん即売会なので、あのね、ペットとしてね、飼いたいっていう目的で行かれてる方も多かったんじゃないかなと思います。私もね、次冬にまたあるみたいなので、まあもう、あのツノガエルさんたち、もう私大好きで、あのツノガエルさん、あのボテッとしたフォルム、そして何を考えてるかわからないあの感じで、ほぼ動かない。あのね、不思議な感じがもう素晴らしく好きで、もうめっちゃ可愛いんですよ。もう見てるだけで癒される。なので、もう次もし、あの行く機会があったら、まあ、ちゃんとお家も用意しておいて、でイベントに行って、で迎えたいと思います。はい、本当に楽しかった。で、今回ね、ブース、もちろんあの爬虫類を扱ってるブースがほとんどだったんですけども、それ以外にも、あの飲食のスペースとかもあって、例えばワニ肉のたこ焼きとかね。私はあの爬虫類の中でもワニが一番好きなので、さすがにちょっと食べれなかったんですけども、まあ、あの結構並んでて、どうなの、まあ、ワニのお肉美味しいって言うんですけどね、ちょっと私は食べれませんでした。あとは、あの、グッズを、爬虫類のグッズとかね、いろいろ売ってるブースもありました。私はその中でも、イラストをね、描いてる、ブースがありまして、あの、ボードとかね、あとシールが売ってて、それでシールをちょっと2枚買ってきました。じゃじゃん。可愛くない？見て。これ、ボールパイソンさんかな？あの、動画の中でも私が、結構写してたと思うんですけども、ボールパイソンさんです。なんかボールみたいにね、丸々習性があるみたいなので、ボールパイソンっていうみたいですね。本当にね、こういうつぶらな瞳してるんだよ、めっちゃ可愛いので。さ、ヘビって怖いイメージあると思うんですけど、基本的に臆病な性格の子が多くて、特にこのね、ボールパイソンさんたちはものすごいおとなしくて、噛むとかほぼないです。あ、噛む子もいるかもしれないんですけども、ほぼ噛まない、もうおとなしい子たちでございます。はい、めっちゃ可愛かった。私はこのシールを、パソコンに貼りたいと思ってます。自分の使ってる Mac に貼りたいと思います。はい。はい、ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。おすすめ動画もございます。ぜひご覧ください。楽しんでいただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もぜひお待ちしております。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。